っています17対45。さあここは田口、仕掛けでは来るんですね。はい、はい、あ、そしてボールを取れました。ターンオーバー、ベンドロメ、ベンドロメ、ベンドロメが行く、ゴールした。もうこれは楽々シュートかなというような展開ではあったんですが、この後サイズの手に当たって、そしてベンドラメの後ろしっかりと追って走っていって、最後は手を伸ばしてくるというサイズです、うん、はい、守備では、まあ、おそらく一番乗らせたらいけないカミングスにマッチアップしてる。そうですね、はい、ベンドラメ狙って取った、ここなんですよね、ケリー、ベンドラメも走っていたからの速攻になりました渋谷ですね。ベンドラメ選手がですね、橋本選手のプレッシャーをものともしません。リバウンドになったが、ここ拾って寺園、残りは8秒、ここで奪った、ターンオーバーからベンドラメが行く、藤井からインサイド、カルファニー、キックアウトのボール読まれていた、ベンドラメ、ベンドラメが走る、このレイアップは決めていきました。25歳の選手です。バウザーのスティール狙われた、ファーストブレイク、またベンドラメ、ウーズボールへなんとかしようという食い下がり、今のもスティールを狙っていきました。石井、これもカットしていった、またスティール来たんですね。ここはベンドラメでも、実はベンドラメと石井がスティールランク、前半は右から左に攻めます。一方の黄色いユニフォーム36番の渋谷は左から、いやーここはブロックしてからスティール、一気にターンオーバーで決めていって、ターンオーバーが起きている位置がですね、はい、トップオブキッズ、スリーポイントのトップの上の方ですよね、ここでターンオーバーが起きるともうどうしようもないですよね、やはり得点にこう直結しますから。対応してきました、スナッチャーサイズ、おー、こっちがボールをスティールしていきました、ベンドラメ、一気に行きますね、要注意というか狙っていきたいですね、渋谷の方がね、そしてあーっと、ここでもボールを奪い返した、2対1、ライアン・ケリー、感じのプレーがファールを取られてしまいました。広瀬は今日2つ目のファールです。あー、そしてベンドラメが狙っている、後ろからスティール、狩俣と荒尾です。狩俣、ここはダブルチーム気味に見ていますが、ターンオーバー、ベンドラメのスティールから入ってきました、杉渡辺、うん、広げる展開となっています。しかし渋谷も徐々に、あー、ここはスティール、ターンオーバーだ、ベンドラメ決めました。ジャクソンがインサイド行く、ロシタチェックしていた、今手当てましたね、はい、ベンドラメ来ました。それではこのスローインを奪ってスリーポイント止まりました、奪った奪った奪った、さあそして石井だ、石井が打って、これが決まった、